はい、イーソログです。今日は3軒目ですね。3軒目で、これドア。あとね、3つか4つあるからこれ全部もらおうと思います。で、これ1軒あるから入んないんよね。なので、電の工が来れば、電の工を持ってきて、この板ぶった切れば、多分っていうか絶対持っていけるんで。で、あとあの家は狭いというか、ちょっとあれ、上がちっちゃいんですよね。天井が低いから、多分10センチくらい切んないとはまんないんで、まあその分、採寸して切っちゃいます。で、これはスタイルフォーム。で、これ全部スタイルフォームですね。はい。で、一応もらってはきました。でもまあ建物は60坪分あるんで、まだまだ足んないですね。まあ徐々に、貯めて、リフォームして、また取りに行って、これをバランスよく繰り返していかなくちゃダメですね。で、あとはスタイルフォーム。来週の火曜日かな。今は4月2日、4月4日で、4月6日に全部工具とか、Amazon で一気買いしたやつが届く予定になってます。それまでに、それまではちょっと家の方をやって、それからまた残りの材をもらいに行く、とかをやっておきたいと思います。はい。っていうので、まあ4月4日の、作業はこれな感じです。スタイルフォーム結構集まってきて、しかもタダだからね、ガス代だけでタダだからね。なので、まあもうちょい集めて回りたいと思います。ではでは。